どうもーかげやんです。今日はですね、好きなスーパー4選、えー、滋賀県大津市、瀬田ですね。僕は瀬田に住んでますけども、えー、好きなスーパーというか、まあ、よく利用するスーパーですね、をちょっとこうお伝えしたいなということを思います。で、えー、昨日というか、まああのー、木曜日ですね、えー、休みの日ですね、僕は、えー、いろいろこう、中、いち、 その休みの日のね、その時間が経つ速さがもう半端ないですね朝から散髪行ってまあまあ、あのー、お客さんにお出しするクッキー取りに行ったりとかねあとお酒買いに行ったりとかこうしてほんで、えー、昼食べてほんで、えー、家族と博物館に行ったんですね琵琶湖博物館ですねで琵琶湖博物館に行くのは2回目でしてんで よ、えー、う、ちょっと宣伝というかね、こう新聞にも載ってましたし、ニュースにもなってたんでね、ちょっと気になってね、こう行くことに決めました。で、えー、行くときはね、こう予約していかないといけないんですね。で、博物館の、えー、ホームページからですね、こう予約する、30分単位でね、えー、僕は2時半に予約したんですけど、2時半に予約したら、その2時半から3時の間にこう、えー、入場してくださいということで、でこう行くと。で えー、駐車場は、えー、駐車券をもらえるんで、えー、無料で、えー、止めることはできますまあまあ当たり前といえば当たり前ですけども、えー、駐車場はこう入るところでカードを取りますけども無料券をいただけるんで、えー、無料ということになりますで、えー、まあ、えー、あんまりねこの話でもしゃらないですけどそので見てほんでまあ あのー、小学生ですか小学生の団体がねこう見に来てましたねこうもう動き回ってたっていう感じでで,で博物館自体はねこう見応えがあるんでその一日で全部こう見るっていうのがちょっと結構時間がかかる感じでですねそのある程度常設展示の AB かな2つ見てですねほんで企画展の展示はしっかり見てでちょっとトンボのやつとかその辺を見て。 で帰ってきました。もう家族も,もう帰りたいいうことやったんで帰ったということでした。まあまあ、あのー、充実したというか、もう慌ただしいというかね、もういつ、先週もそうやって,て、今週もそうですけど、こうあっという間のこう休日、もう気づいたらもう金曜日ということになってるかなというところであります。で、今日ょの、えー、テーマですね、えー、僕の好きなスーパー4000ということで、えー、瀬田に住んでるんでですね、あのいろいろこう。で えー、行くんですね特にその休日に僕は買いに行くんですけどもその休日買いに行ってねここはいいなと思ったのがまずコ、えー、コスモスススモモ店店ですねコスモス一里山店これはねドラッグストアではあるんですけども、えー、食料品も結構売ってるということ冷凍食品とかも売ってますしちょっと日持ちのするものが売ってるかなとその生肉であったりとかそういう生の魚とかねそういうのはこう売ってないんですけども、えー そうですね、後のものは大体売って、まあ、野菜もちょっと量的には少ないかなというところですただねこういろんなものがこうまず安いということですね税込み価格で安いこれ圧倒的に安いですねそのスーパーの中でいうと多分ナンバーワンぐらいその同じ商品やったらナンバーワンぐらい安いんちゃいますかねたまに他のスーパーより高いやつもあるんですけどもほぼね、えー、安いものばっかりなんで同じもん買うんであればコスモスで買った方がいいただコスモスで買うとですね ついつい安いい安んでですね、いろんなものを買ってしまうということになるかなというところですねいろんなものを買ってしまってほんであの結構な金額に行くとか、まあ、6000円7000円とかねそれぐらいいっちゃうこともあるというところまあ1週間の1回の買い物なんでそれぐらいこうさせていただいてると1つがだからコスモスでもう1つが、えー、コープですねコー,プ盛コープの、えー、ゼゼ店ですね コープのゼゼ店でこれは結構ねこうリニューアルされてからまあちょっと経ってると思うんですけども墓参りに僕、えー、月1回こう行くようにしていてですねその時に、えー、夜その時に昼ご飯昼の弁当を買うためにこう夜んですけどもなかなかこう綺麗でですねうんなかなかいいお店やなというふうに思います。 結構なお客さんが来られてるというところです。で、弁当はね、えー、お年寄りの方がこう買いやすいようなお弁当がこう置いてると、えー、若者ががっつり食う 感じのまあまあそういうのもあるんですけども、えー、お年寄りがこうたくさんたくさんというかそのいろいろ選べるようなお弁当がこう置いてるなとで種類も豊富ででやっぱり盛況なんで新鮮やと思いますただちょっと値段がねちょっといい感じのもんが置いてるね値段はちょっと高めになるんかなというふうに思いますただあのー、まあ月1回ぐらい行くというスーパーとして僕は、えー、気に入っているスーパーになりますでもう1つ オ、えーガ谷にできた徳屋去年できたんですかね徳屋というスーパーがあるんですねここもね安いんですね安いのと僕は月1回ぐらいですねステーキを、えー、休みの日に焼くことがあるんですけどもそのステーキ肉をね色々こういろんなところで買ってたんですけどもその 安さでねやっぱりで大きくて安くてそれなりにこうそれなりのまあ満足できる味というかで売ってるのが特屋かなというところでちょっと輸入の肉やと思うんですけども、あのー、1,000円以内でこう1枚買えるで家族3人分で3,000円ぐらい3,000円かからないぐらい2,700円とかそれぐらいで買えるんで、えー、徳屋はそのステーキを食べる時にはその徳屋のスーパーに行って買うと。 いうことですね、あとパイナップルが父親が好きでですねその父親が好きなパイナップルをこうそこで買うその丸ごと1個ですねでもう自分でね父親もそのパイナップルの,あの皮全部切って自分でもカットして食べとるんでねなかなかまあほんで安いで1個でだから200何本300円ぐらいであのパイナップルの丸々1個買えるっていうかなり安いお店になるかなというふうに思いますでもう一つがですね えー、最近ちょっと気に入ってるんですけどフレ,、えーすね、フレンドマート・世田川店ですねフレンドマート・世田川店これはかなり優秀かなとやっぱりさすが平和堂やというふうに思いますけどもあのー、平和堂は綺麗ですしこう品ぞろえもこうバランスよくこうあるということでまんべんなくいろんなものがある。 というのと、あとホップカードとかね、えー、その辺がこう使えることと、僕がよく使っている楽天エディも使えると。で、楽天エディでポイントがつきますよね、楽天エディで楽天ポイントもつくし、えー、ホップカードもそこで、えー、ポイントがつくということで、ダブルでつくという形になるんでですね、えー、かなりこう僕は重宝しようということで、結構あのこれからはフレンドマートはよく使うだろうなと。であのー 中にですねあのー、ファッションセンターしまむらがあるんでですねそのユニフォームのズボンとかねその辺はしまむらで結構買ってるんでですねでいい結構ねそのいい感じのズボンがこう売ってあってですねそれをこうあのユニフォームとしてですね黒のズボンなんですけどそれをこう買うのにこう利用するからそこも、えー、楽天 AD も使えると。 とこころでかなりこういいいかなというところですということで僕の、えー、好きなスーパーというかよく使うスーパー4選ですねえー、っとコスモス一里山店徳屋大ケ谷店ですね徳屋の大ケ谷店で、えー、コープ、えー、ゼゼ店で、えー、フレンドマート世田谷店 ほ、まあ、他の店ももちろん使いますけれども、あのー、今ちょっとこう僕が注目しているというかいい感じのスーパーやなと思っているのがその4つということになります。ということで今日は僕の好きなスーパー4選大、えー、滋賀県大津市ということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。